けど、推しのさ順番来るのずーっとずっとっていうか、まあその時その時に他のメンバーにも会ってたかもしんないけどさ、ずっと劇場にいてくれたってこと、ありがとう。楽しかった、すごく。もう響き渡ってた、ポキの笑い声。今日はね、あのね、この三つ編み自分でやったの、編み込みか。あのさ、いつもはヘアメイクさんがいらっしゃってやっていただくんですけど、今日は自分で自メイクで壁車に寄せた髪型ってなって言われたので頑張ってみました。あとね、あんまり分かんなかったかもしれないんだけどね、今日はあのちょっとだけフレグランスをつけてました。皆さんとこう何シート越しじゃなくてそのまま合うから、香ったかな。ピュアシャンプーの香りだったんだけど、あ、そう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 、日刊スポーツさんのさコラム、私明日掲載されるよ、されますので皆さんチェックチェックでお願いしますね。3期生全員とおしゃべりできました。楽しいイベントありがとうございました。こちらこそありがとうございました。なんかちょっと今日は頭が回りません。リリカともコラボ配信できて、よかったな。トップバッターリリカちゃん、そうリリカに なったよ。ゴールデンウィーク中だったから時間に制限なかったし、今後のコラボの予定は まだ私の中では次やりたい人は決まってるんですけど、何日とかはまだ決まってない。まあまあ、年齢順ではないね。そうじゃん、誕
誕生日じゃん。誕生日じゃん。年齢順ではないです、言っときますが。目痛いな、なんか。ぴょんぴょん。お誕生日おめでとう。ハッピーバースデー。そう、あやね、メールの返信見たから言うわ。覚えてたよ、覚えてた覚えてた。何歳？何歳かな。11位の人。あ、ポッキー、ポッキーだよ。11位。何歳何歳。ふよくふよく。49歳。あれ、昨日の方と同い年なの。ゆうなと一のくらい一緒じゃん。やったね、おめでとう、イエーイ、ハッピーバースデー。ちょっとさ、頭のろうそく見えないから、こうやって、はい、いいよ、スクショ。2023年のポキーの誕生日、あ、お祝い。おめでとう。終わり際のリリカちゃんびっくりしたね、本当に。あ、今日は1位だけ読んでみ、読み終わります。1位、だいだいさん、ありがとうございました、バイバイ。ポチ。1の位が一緒。びっくりだよね、ゆうのさ、いつもさ、あ、ごめん、誕生読むの、あ、読めないからスクショしとくとかさ、そういう感じなのにさ、その日の気分で変わるんだね。一人の配信の時よりテンション高かった。え、嬉しい。そのリリカ、春もさ、そうだけどさ、あのさ、ユーナと配信するとテンション高いねとか言ってもらえるととても嬉しいです。サンキスアカウントのツイート、どっちがお姉さんか分かんなかった。こっちこっち、まあね、こっちがツインテールだからね。
それで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 皆さん明日は公演だけど来てくれる？来てくれる人？リリカちゃんと配信で話してるお姉さんって感じ。え、嬉しい。なんかね、ヘアメイクさんにもね、ゆうなちゃんは最年長って感じするねって言ってもらえてる。イエーイ。ツインテールだと幼く見えるか。そう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 。だからちょっとマイナス、そうですね、2歳くらいかな、マイナス2歳くらいになってるといいかな。とセブンティーンですね。おー、ありがとうございます。それでは皆さん、明日来てくださる方、いい席になりますように。え、ちなみにさ、今カニラーメンとかさ、夜行きますとか言ってくれてる方はさ、緑白かな。あれあれ、てん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 がいるぞ。本当に。今日も早く寝たいと思ってるけど、絶対早く寝れないよね。はあ。ネギ畑どこにできるかな。やっぱ今日ダメ、なんか頭がなんかさ、考えてることが頭が回んなくて、考えてることが出てこない。そういう時もあるよね。そういう日もある、そういう日もある。さ、私がインスタに載せたかったことを思い出したわ。メモってメモって、ここで言うとね、言っちゃう。
話が出ちゃうから言わないけど、なんかね、昨日のね、一回さ配信でさ途中で抜けてストーリー上げてからまた帰ってきたやつあったじゃん。あの時もさ本当は一気に上げたかったストーリーがあったんだけど忘れて今日上げた、あの TikTok の推しカメラ投稿されましたってやつ、昨日上げる予定だったんだけどさ、なんかあれもこれも、あれもあげたいこれもあげたいって頭の中で思ってたら何か抜けるんだよね。そして今日も抜けたと、無事抜けた。今日はねちょいと疲れ気味っていうか、なんかなんでなんだろう、昨日今日と続けてだったからなのかな、わかんない。まあね、あのね、いつもはねテンション高すぎ。BGM がバンドエイド、私が決めた。皆さんコメントでスタッフさんナイス選曲って言ってたけどね、私が決めたんだよ。こんばんは。今日のスカートセクシーだって、ミスファンに見せるの初めてじゃないよ。あのさ春祭りの時も着たことあるし、あれが結構私の中で着やすいスカートなの。頭が酸素不足、あ、そうなのかな。最近モテのことをマジで気になってます、ありがとう。おしめにどうですか。でしょうね。そう、私が、あ、バンドエイドで、昨日の公演後の考えるポーズの集合写真なんか良き、ああいうさなんかちょっと変なポーズ、キモカワみたいなポーズが得意なんだよね。明日はいつものポキちゃんポジションなの？どうでしょう？あ、また鼻がかゆいな。変なポーズが一番かい、みんな同じだったけどね。昨日は公演ありがとう、楽しかったです。よかったです、楽しんでいただけて。ゆなちゃんのピースしてる写真好き。癖になるらしいから、みんなどうぞ。違うよ、それはないでしょ。
毎回公園入ってる人って顔も覚えるものですか。大体大体を、あ、いつも、いや、あの緑白振ってくださってたりとかすると覚えるんですけど、あ、この方 いつも公園来てくださるよなとかは分かる。え、釣りそうになる？私こっちの方が苦手なんだけど。そう、あのさ、ゆうかさ、なんでさ、あのこの時間にさ配信したかってさ、あれね、病跡祈願ね、あ、ねえ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 、言いたいことあるんだった。言う、あのさ、そう、さっきさ、なんだって、配信で見るポキさんより実物の方が3割増し細く見えた、お世辞抜きに痩せたねっていうので思い出したんですけど、ありがとう。体重はそんな変わってない気がするけど、あの第2部のブラウスのサイズが1個下がりました。パチカリパチカリパチパチカージやったやったそう、なんか昨日、あれ？いつものブラウスじゃないぞってなって、それで、あの、これ変わりましたかって聞いたら、あ、よく気づいたねって、木本さん痩せたみたいだから一個小さいのにしてみたって、やったー、嬉しい。まあ、体重は変わってないんですけどね。あのさ、昨日の昨日のね、お見送りの時もね、あれ痩せたって言われたんだよ一人一人か二人あ、いた言いましたけど、いた、言いましたけど、いたね、すごいよ。ありがとう。2分の1いました。イエーイ。
じゃなんかさ、でも私ここの配信でしか痩せたいとか筋トレしてるとかあんま言ってないから、私の配信に来てくださってる方がポキちゃんと痩せたかなっていう風に見るから、痩せたねってなるんだよね。そう、今度私に会った時痩せたって聞いてください。いやだ、ダメダメ、そんなこと言われたら調子乗って、ちょっと痩せたから動かしたよってなっちゃうから。あれ切った、あとあれ痩せた、大体当たるじゃん。そう、自分では痩せたと思ってないんだよね全然。髪切って痩せたそれダブルで切って褒められると食べるタイプ。そうそうそう、そうなの。ちょっと軽井沢のお土産食べようかなとか思っちゃうよね。てな感じで、明日の公演に備えて寝ません、間違えました。終わります。寝まさなかった、違いました。さっきやったのに。両席祈願、いい席になりますように。それでは壇上を読みたいと思います。ちょっと待って、目かゆい。13位わたちゃん、ありがとうございます。12位さはらさん、ありがとうございます。11位あべべぽきさん、ありがとうございます。14足の貴公子さん、ありがとうございます。9位まささとうさん、ありがとうございます。8位新潟かずさん、ありがとうございます。7位りんやまさん、ありがとうございます。6位突破Qさん、ありがとうございます。5位ひろいちさん、ありがとうございます。4位としさん、ありがとうございます。3位まこいもさん、ありがとうございます。2位たかたんさん、ありがとうございます。1位ビールバラさん、ありがとうございます。今回もたくさんコメントギフトありがとうございました。全部読めなくてごめんね。またまたインスタグラムのストーリーと投稿を更新したので、ぜひ2000人目指して頑張りますので、フォローお願いします。バイ。今日も一日お疲れ様でした。明日も頑張ろう。楽しもう。今日来てくださった方ありがとうね。ずっとゲラゲラ笑えて楽しかったよ。バイバイ。おやすみ。ごきげんよう。